にちは。ゆりなです。さくらです。りなです。はい、今回は久々にグレイル購入品。はい、イエーイ。いくら？4万円分。わおでございます。結構なアイテム数になりますので、一人ずつ紹介していきたいと思います。はい、それではよいしょ。まあもうすぐもう春も近いのでね、春まで着られるような色味をチョイスしてみました。今回はで今回はですね、1,2,3,4,5,6 点を買いまして、合計だいたい13,000円ぐらいですかね、購入しました。で結論から言うと、半分ぐらいは当たり、半分ぐらいはもうちょっとっていう感じですかね。ではまず今着ているこちらの水色のトップスからご紹介していきます。こちらがワッフルフェザーニットトップスのカラーがブルーのカラーです。でサイズがフリーサイズで、価格が2299円。結論これが一番当たりでございます。めちゃくちゃ色が可愛いし、もうザ・春って感じじゃない？で私イエベ秋ストロングなんですけど、なんかこういう結構淡い水色を着ても意外となんか平気なんだなっていうことを知りました。で本当に生地が柔らかくて、こういう私セーターとかが少しでもチクってするのがもう本当にダメなんですよ。首周りとかがもうそれが一切ない、スカスカ感というか、まあ、ニットなのでこういう感じはあるので、まあ、中にヒートテックとか着ちゃえば全然今の季節でも着られるかなっていう感じです。でそれに合わせておりますスカートがスリットロングタイトスカートのカラーがブラック、サイズが S サイズにしました。で価格が1699円。形はすごい可愛いです。今の時期履くには寒いし、あのタイツが滑らないんですよ、裏地みたいなのがないので。だからタイツ履いてこのスカート履いちゃうとすごい足にまとわりつくような感じがあるなって思いました。で S サイズっていうサイズ感に関しては割とちょうどいいかな、ちょっと緩いかなぐらい。でスリットが結構ね膝上まで深く入ってるので、ロングブーツ今回合わせてみたんですけど、結構形的には良かったかなと思います。で、それに合わせたのがこちらのトラックソールレザーロングブーツ、ブラックの 24cm、 価格が3099円でございます。これもね結構良かったです。で、これは本当にヒールがそんなに高くない厚底のロングブーツっていう感じなんですけど、であの前もちょっと高さがあるので本当に疲れにくいなっていう印象はありました。で普段 24cm を履いていて、サイズもぴったりだったので普段履いてるサイズで大丈夫だと思います。これはね、スキニーとかもインできるぐらいの余裕があるので、結構いろんな履き方ができるんじゃないかなと思って買って正解のブーツでした。お次がですね、ロールアップショート丈リブニットトップスのイエロー。で、サイズがフリーサイズで価格が1599円です。これは実はですね、私このスリットロングスカートとこのトップスのセットがツイッターでバズってるのを見まして、買ってみました。色味もすごい春っぽくて可愛いし、丈感とかもちょうどいいんですけど、顔がちょっと地味に見えるかなっていう印象はありました。それは本当パーソナルカラーとかの都合だと思うんですけど、でも生地もすっごく分厚くて、あの袖のロールアップの感じも可愛いのでいいです。でも色だけ私は自分の好みではなかったっていうだけかな。で次がボレロ X ノースリーブスリットワンピースニットセットアップのアイボリーの S サイズで、価格が1599円。体のラインがめちゃくちゃくっきり出るので、あの特に私はその骨格ストレートでお腹周りとか気になるので、もう一番嫌なとこが浮き出ちゃう、全体的にスタイルアップはできないかなっていう感じ。でもスリットが入ってる分足が見えるので、そこは暑苦しくなくていいのかなっていう印象はありましたね。もう一個サイズを上げて若干その体の辺をゆとり持たせてきたらもうちょっといいのかなっていう感じだなとは思いました。で最後がフロントジップスリットデニムジャンパースカート、ブラックの S サイズ2699円。これはね可愛いと思います。ただ、自分の顔タイプに合ってなかったっていう感じ。私顔タイプがフェミニンなんですけど、なんかちょっとそのチグハグ感が自分的に気になったっていう感じで、生地感もそんな硬くなくてしっかりしてるし、スリットも入っててすごい可愛いです。で、もうデニム特有の匂いがね私はちょっと苦手なんだよな。でもお腹周りもそんなピタッとしてないので、結
構その楽ちんは楽ちんなので着心地はすごいいいかなと思います。ということで合計 1,2,3,4,5,6 点購入品紹介でした。はい、続いて今井がご紹介します。まずこの中に着ているトップス、これがハイネックベルスリーブリブニットトップスのアイボリーで S サイズ1299円です。これ可愛くない？これなんか袖がこうやって広がってるのでデザイン性があって可愛いかなって思います。すごい可愛いんですけど、アイボリーのカラーだと若干キャミソールがこの色が透けてしまうので、こういうのとかサロペットとか合わせて着るのがいいんじゃないかなって思います。いろんな使い方ができるから重宝しそうなもので、結構ね二の腕とかもピタッピタッって感じじゃないから細見えするんじゃないかなって思います。はい、でそれに合わせたこのジャンパースカートがバックスリットジャンパースカートのモカフリーサイズで1999円です。これは後ろにスリットが入ってるんですけど、そこまで深くないのと、この生地がスウェード生地みたいになってるので高級感があるかなって思います。スウェードだけどね、そんなにこれも分厚くないから春先、秋、冬、春これも使えるかな。で一番いいのがね、ポケットついてるの。これめっちゃありがたくない？ほらポケットついてるのありがたいよね。これこのセットは結構お気に入り、私好きなコーデで、レザーミニショルダーバッグのアイボリーフリーサイズ899円。こんな感じのレザーなんですけど、これさ携帯入れるのとかにはちょうどいいんだけど、まあ値段も安いから結構 ゆるゆるというかペラペラというか、だから重くないから肩こりとかはしないし、でも小部分はしっかりしてるから重いもの入れてもちゃんと壊れずというか切れない。あとね中でねこうやって結び目を変えたら長さ調節できるのが800円のクオリティじゃないって思います。すごいよね。サイズ的には携帯がこんな感じ入るくらいなので、お散歩とか私にはちょうどいいバッグ。はい、続いてのコーデはデリンボーン柄スリットタイトスカートブラックで M サイズ999円です。これ M サイズにしたんですけど S でも良かったかな。デザインとか柄とかスリットはすっごい可愛いんですけど、ちょっと着た時になんかここのねゴムのこの後ろが前から見ると横がねこんな感じでちょっと出るのが、骨盤周りがちょっと太く見えちゃうので後ろで留めるなりサイズもちょっと下げるなりっていうのは必要かなって思いました。1000円だったらまあまあまあすごいいいんじゃないかなって思います。ここだけちょっと気になるけど、はい。続いてもう一個がこちら、タートルネックメロンシアートップスグリーンの S サイズ999円です。このスッケスケのトップス、私こういうスケスケのトレーナーとかに合わせたらちょっとなんかプラス色が入っておしゃれになって可愛いなと思ってずっとやりたかったコーデなんですけど、ただのトレーナーもこれだけだとすごいカジュアルになっちゃうんですけど、ちょっとこういう色物とかを中に入れるだけでちょっとカジュアルダウンしていいかなって思いました。でその上に着てたトレーナーがハートロゴプリント裏肝スウェットのオートミールカラーが、サイズフリーサイズ1799円です。でこれもめっちゃ可愛くない？後ろもハート緑の、最近緑にハマってて私、この丈は長すぎずちょうどよくて、でも袖とかは結構ボタンゆるっとしてるのでシルエットがすごい可愛くておすすめで問題はねインパン付きミリタリーミニスカートブラック S サイズ2199円。これさ短すぎるのよウエストはちょうどよかったんですけど丈が短すぎて、ゆりなちゃんとさくらにキッズダンサーって言われた着てるよねこういうやつちょっとやっぱさウェーブさんって腰回り気になるから、もうちょっとね太もも隠したいから丈が欲しかったよね。でそれに合わせてたロングブーツがセンターシームチャンキーヒールレザーロングブーツのブラック 23cm 3299円です。これは可愛い、前が厚底になってるから歩きやすかった。でこれは履きやすいし、ふくらはぎもきつすぎずちょうどよかったです。これはおすすめよ、履きやすいよ。はい、こんな感じで以上私は8点でした。はい、ということで私が紹介していきます。まず1コーデ目がですね、商品名トップスからハイネックミックスニットトップスのオフベージュフリーサイズで1299円です。1着持っていたら間違いないっていう感じの王道の形のアイテムで、すごくねよく伸びるから着心地が良かったです。で袖が軽くこう少しだけ絞られてるのが
可愛くて、でも本当に着心地柔らかくて良くて、これが1299円っていうのがね、信じられないぐらい良かった。でこれに合わせてたのがストレートパンツなんですが、これの商品名がセンタープレスワイドタックロングパンツブラウンの XS1899円です。これは当たりです。すっごいハイウエストで一番お腹が細まってるところで止まってくれるので、骨格ウェーブさんにはこのウエストのなんだろうな締まり方はおすすめです。ヒール合わせてちょうどいい長さくらいかな。でもよかった、これすごいね、たくさん春にかけても着ようかなと思っています。続いて着てたのがこのセットアップです。ニットのセットアップ、この商品名はボリュームスリーブトップス X タイトスカートケーブルニットセットアップ。このセットアップで1699円っていう破格です。すごいよね。で S サイズを注文しました。生地としてはそんなに厚手ではないから、まあよく言えば確かにこの下にタートルネックとか合わせたら冬場着られるし、春先は逆にこれ1枚とかで着られるぐらいの着回しはできるかなって思います。なんか見た目はそんなに気にならないけど、着心地として少し腰回りがきつかったなって思いました。で裏地はしっかりこういう風に重ねてついていました。私はこれを前側インして合わせました。続いて3コーデ目がスウェットのセットアップなんですが、ジップパーカー×キャミ×ワイドパンツセットアップのグレー L サイズ3799円。これ残りわずかって書いてあったんですけど、これはね大正解。長さもこの丈感すごくちょうどよくて、長すぎず短すぎず、なんかスタイルがよく見える長さで、中のこのキャミも結構短めだから、ダンスする方とかちょっとお腹チラ見せでかっこよくスウェット着たいなみたいな方にはこの中すごくおすすめだと思います。でこの上もね、このねパーカーがねショート丈なのがね、ウェーブの私には本当にありがたくて、なんて言ったってね、パンツもパーカーも裏肝になってるからめちゃくちゃあったかかった。これはね多分ね大活躍の予感。なんかおしゃれに着てもいいし、普通に部屋着として着てもいいし、いろんなシーンで着られるかなと思います。続いて最後、今着ているトップスですね。ワッフルフェザーニットトップスのアイボリーフリーサイズ2299円。これはゆりなさんがブルーを買ってたんだけど、2人でもうめちゃめちゃいいねっていうぐらい大当たりのアイテムです。なんだろう、ボリュームもすごくちょうどいいし、素材が本当にしっかりしてるんだよね。もちもちじゃないけどふわふわもちもちしてて、人に迷惑をかけるふわふわじゃないから、こうなんか黒い服と合わせても黒い服とかについてきたりしないから、すごくいい。ローゲージだから、最近のなんか抜け感とか透け感とかそういうのが出るトップスかなって思います。ですごい柔らかいから着ていても着心地もめちゃくちゃ楽で、まあ、これに合わせてたのがさっき紹介したこのブラウンのブラックバージョンを合わせました。まあ、これはハイウエストで丈も良くて、さっき言ってたようにめちゃくちゃいいパンツですっていう感じで、私は全部で6点購入しました。はい、ということで今回はグレイル約4万円分をご紹介しました。いかがだったでしょうか。ものすごいアイテム数だったので、皆さんもきっと中に気になるものあったんじゃないかなと思います。気になることはコメント欄で聞いてください。ということで、この動画がいいなって思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。